こんばんは、戦国どうでしょうでございます。鎌倉殿の13人新キャスト発表でございます。福田芽衣、日本一可愛い女子高生、鎌倉殿の13人で初対話。畠山重忠の妻役、本当に私ですかと何度も確認。日本一可愛い女子高生を決める女子高生ミスコン2017-18でグランプリに選ばれたことでも知られる福田芽衣さんが、放送中の NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人に出演することが分かった。北条時政の娘で畠山重忠の妻千恵を演じる福田さんは、今作が初の大河ドラマ。福田さんは今回お話をいただいた時に、思いがけないお話に嬉しさと驚きと不安とでいろいろな感情が入り混じって泣きながら母に連絡したのを覚えています。まさか私が大河に出演できるなんて思ってなくて、本当に私ですかと何度も確認しましたと振り返る。さらに撮影が始まる前に所作を教えていただいたり、実際に畠山重忠が住んでいた場所に行くことで、撮影が始まるとその時代にタイムスリップしたような感覚になり、本当に楽しいですと明かすと、このようなご縁をいただき、素晴らしい役者の皆様とお芝居をさせていただいていることに感謝しております。初めてのことだらけですが、最後まで知恵を大切に演じたいですと誓った。はい、こちらのニュースでございますね。畠山重忠の妻知恵役に福田芽衣さんが決定ということでございますね。の前回じゃんでのカイトの、同級生の女の子でございますね。畠山重忠には足立東元の娘と北条時政の娘の二人のね、奥さんがおりますが、まあ、今回は北条時政の娘の方でございます。まあ、以前ね、フラグも立ててましたしね。で、この知恵の産む男子というのが畠山重康でございます。そしてこの重康が時政5歳である牧の方の娘婿であります平賀朝雅とのいざこざから発生するのが畠山重忠の乱でございますよ。この畠山重忠の乱の鍵となるね、人物を産む女性でございますのでね、21番の登場からが楽しみでございます。